どうしって言うけどさ、アルトリウスが降臨の日以前に何をしてたか知ってるやつはいないそうだぜ。そう。それが突然精霊を連れて現れてゴーマを蹴散らし、大麻師の才能を持った若者を組織したんだ。怪しいわね。だろう。ところが王国はアルトリウスの力と意志を認め、全面的にあの男を支援した。ひょっとして王国を乗っ取る気なのかも。あ、それはない。逆に腐敗してた政治や教会を立て直して王家の基盤を強化したんだから。裏で私腹を肥やしてるとか。あ、そういう噂すらないんだ。むしろ身を削って働きすぎてお偉方が心配しているくらいで。じゃあ何が目的で。やっぱり本物の同志様なのかもな。とにかく3年前あの人が来てくれなかったら今頃ミッドガンドが壊滅してたのは確かだよ。アルトリウス様の演説、素晴らしかったわね。思わず涙が出ちゃったわ。ゴーマが現れた時はどうなるかと思ったが、聖霊を信じてきてよかったと思ったよ。命を懸けて戦ってくださる大魔師様と共に俺たちも頑張らないといけないな。私、同志様のお嫁さんになりたいな。大した人気だな。知らないっていうのは幸せよね。業深き罪人よ、懺悔なさい。懺悔？私に言ってるの？はい。その胸元や腰回り、いろいろな意味で罪深き方とお見受けしました。どこ見てんの？このように私を含め人は業深き生き物、自らの罪を認め聖主様に告白するのです。心を見つめ直すことで業は沈められるでしょう。あ、そう。今までにやった罪を白状すればいいわけ？そうです。安心なさい。どんな罪も聖主様は許してくださります。告白します。聖主様、私は監獄で暴動を起こして脱獄してしまいました。え？それから町の倉庫に放火して船をかっぱらって逃げました。あと海賊に協力して軍の施設を壊滅させました。邪魔した奴は皆殺しです。どう？聖主様は許してくれるかしら？いや、その懺悔の前に聖霊に出頭することをお勧めしますが。ええ、そのつもりよ。聖霊の親玉アルトリウスを殺すのが私の目的だから。大魔師様、すぐに来てください。こうなると思ったわ。さすがは王都の大聖堂、大したもんだな。うん、すごい。うん、噂通り精霊術ではなく人間の最新技術で築かれているようだな。立体装飾と力学的合理性を両立させたアーチ構造が見事だ。ここに聖主とやらが祀られてるの？いや、
とてもそうは思えん。長らく聖主信仰は形骸化していた。この大聖堂も信仰のためではなく、王国の大陸統一を記念して建てられたと聞いている。つまり権力を示すのが目的か。なるほど、そりゃ豪華に作るはずだ。驚くのは早い。ここはただこの奥に巨大な神殿を建築中で、完成するのは数百年後の予定らしい。そんな計画でいいのか。気長すぎるだろう。わからん。なぜか人間は時々こういう突き抜けたことをする。だよな。死神とゴーマに呆れられるなんて大聖堂のありがたみゼロね。神殿どんなのかな。いらっしゃい。この子に何か食べ物を。この店の名物は麻婆カレーよ。一週間も煮込んで作るの。麻婆カレー。じゃあそれを。ところでバスカビルって人を知らない？ここで会えるって聞いたんだけど。そのじいさんは聖領の規律に逆らった悪人だ。とっくに処刑されたよ。そう。ベルベット、麻婆カレー美味しいよ。仲がいいのね、ご兄弟。いえ。そうよね、あなたの弟さんは殺されたんですものね。なぜそれを。闇は光を睨む者を見ているものよ。バスカビルが捕まっても闇ギルドは動いているのか。ええ、船長が消えてもアイフリード海賊団が止まらないように。あなたが窓口なの。ご用は何かしら。アルトリウスの行動予定を知りたい。それはちょっと値が張るわね。非合法の仕事よ。これを全部こなしてくれたらこちらも情報を提供するわ。これを持っていく。偽造だけど、まず見抜ける者はいないはず。マギル記述団って書いてあるんだけど。あら、門前でそう名乗っていたでしょ。そっちの力はよくわかった。達成したらここに報告に来てね。でも、失敗した時は…私が勝手にやったことでしょ。迷惑はかけないわ。その心がけに応じて今晩は宿をサービスするわ。依頼は明日からになさいな。わかったわ。アイフリード船長の行方ね。船長には借りがあるの。
この件に関しては情報が入ったら無条件で教えるわ。頼む。あいつが失踪した現場にはペンデュラムが落ちていた。それにどうやら特等大魔師メルキオールも絡んでいるようだ。大変そうだな。俺たちに付き合ってる場合じゃないんじゃないか。お前こそなぜベルベットに付き合っているんだ。ん？だから恩返しだよ。刀の在りかを教えてもらった恩があってだな。ゴーマが恩だと？笑わせるな。海賊をやってる精霊の方が冗談だろ。何にせよ俺たちは断りからはみ出したはぐれ者だ。こんな断りが仕切る世の中じゃはぐれ者は俺みたいに開き直って化け物になるか、さもなきゃ俺たちのようにはぐれ者同士でつるむしかないだろうな。だろう。なのにベルベットは一人で世界に牙を剥いた。なかなかできることじゃない。あいつの強さの正体が何なのか、俺はそれに興味があるんだ。つまるところ自分のためか。いかんか。いや、俺も同じだ。聖霊の断りによる支配に抵抗するために意志と力を持った仲間が欲しい。だがアイフリード海賊団のバカな流儀に付き合えるのは同等以上のバカだけだ。俺もあいつがどこまでのバカか興味がある。ベルベットが聞いたら怒るぞ。褒めてるんだ。そんなバカは滅多にいない。そうか、お前たちの船長もそういう人間なんだな。ああ、アイフリードこそ立派なバカ野郎さ。同志アルトリウス、なかなか見事に民衆をまとめ上げおったな。さてさて、悲劇のヒロイン気取りの小娘の牙がこの世界にいかほどの傷をつけうるか。裏切り者探しでもしながら見物させてもらおうか。倉庫の赤箱を破壊せよか。穏やかじゃないな。いつもが穏やかだとでも。うん、それもそうだ。これは請負仕事だ。無駄に消耗することはない。バンエルティアにつなぎをつけて警備を引きつけさせておこう。お願い。何を壊すのかな。さてね、何でも同じことよ。いや、同志の式典は良かったな。アルトリウス様の演説はもちろん素晴らしかったが、
パーシバル殿下もご立派だった。民と国のためにアルトリウス様を立て、ご自分は一歩引かれる。その度量こそ王の器だ。そうか、なんだか弱そうなやつだったが。一見そう見えるが、真の強いお方だよ。幼い頃から黙々と学問と公務をこなされてきたんだ。唯一の趣味といえば鷹狩りくらいのものだが、おかわいそうに。それも随分ご無沙汰だな。随分肩入れするのね。そりゃあな、ここだけの話、弟が二人おられるんだが、どちらも出来が良くない上に悪い取り巻きがついてる。パーシバル殿下に万一のことがあったら、王国の未来は真っ暗なんだ。なるほど、期待は兄貴にかかってるんだな。期待の王子様は王国の弱点でもあるわけね。ギデオン大司祭は長い間信仰と教会に尽くしてこられた徳の高いお方です。今は聖職者の代表として聖領への支援を進めていらっしゃいます。ふん、人格者なのね。ええ、以前から個人的にも孤児院や医療団を支援されていたほどです。ですから安心してください。あなた方のような怪しげな風体の方々にも差別をせず祈りを捧げてくださりますよ。そうか、かたじけない。ありがたくて涙が出るわね。こんにちは、マギル奇術団さん。うちの依頼を受けるなんて、あなたたちかなりやるようね。決死長か、何の用？攻守警戒ゴーマって知ってる？聖領が特別手配した強力なゴーマでしょ。そいつらを討伐する気はない？倒してくれれば報酬を払うわ。報酬？聖領に頼めばタダで倒してくれるのに。ところがそうでもないのよ。公主くらい強力なゴーマになると聖領は迂闊には手を出さないの。手を出すのは討伐に要する犠牲より公主が起こす被害が多い場合のみか。断りに従えばそうなるだろうな。ええ、けど身内を殺された者、公主になった人間と因縁を持っている者、お金を払ってでもそいつを殺してほしいって人間はいっぱいいるのよ。なるほど、そこで警視庁の出番というわけか。そういうこと。各地にいる警視庁の仲間が公主警戒ゴーマに関する情報を持っているわ。公主を倒して仲間に報告してくれれば
報酬を払う。あんたの依頼は分かったわ。けど約束はしないわ。それでいいわ。決死鳥は十中八九死ぬ相手と事前契約を交わすほど間抜けじゃないし、結果を示してくれれば OK よ。と言ってもあっさり死なれても寝覚めが悪いから、これはお近づきの印に。決死鳥、さすがにしたたかね。ゴーマをめぐる思惑は一筋縄ではいかんということだ。けどこれで公主を買ってもただ働きにならないで済むぞ。強い敵を切って金までもらえるなんて最高だな。公主警戒ゴーマは清涼が戦いを避けるほどの相手。舐めてかかると殺されるのはこっちよ。本気で奴らを狩るなら各地の警視庁から情報を得て準備を整えてかかるべきだ。おう、装備の強化も忘れずにだな。そういうことね。知ってるか？清涼は新しい拠点を作ってるらしいぜ。なんでも古い遺跡があった山の中にでっかい神殿を建ててるんだとか。そんな暇があるなら一匹でも多くゴーマをぶっ殺せってんだ。いいの？そんなこと言って。俺は同志を崇めて現実を見ないバカどもとは違うんだ。相変わらずゴーマ病の治療法は見つからねえし、ゴーマはうじゃうじゃいる。最低最悪が最低じゃなくなった程度で、この先どうなるかなんて分かったもんじゃねえ。ひょっとしたら今ゴーマが町中に入り込んでることだってありうるんだぜ。ええ、あんたの言う通りよね。よし、警備がいない。今のうちに倉庫の中へ。ベンウィックたち、うまくやったようだな。赤い箱、これを壊せばいいのね。ミッドガント教会の風刺。中身を確かめるか。必要ないわ。燃やして、ライフセット。うん。依頼達成、撤収よ。嵐のせいで手間取った。一刻も早くアルトリウス様に報告しなくては。あなたはと、涙目の一等大魔士エレノア・ヒュームです。今度は逃がしません。襲撃一等、この距離なら外しません。ゼロの方、吐く火と水よ、身を逃がす。ここだ！
精霊なしでまだやる気？まさか倉庫に火を。最悪の中で人々が築き上げたものをどうして、どうして壊せるのですか？人間じゃないからよ。許しません、ゴーマン。こいつまだ精霊を。エレノア様は僕が守るでくよ。かかってこいでく。そうでるか。見つけてぞ。このバッドなお声は裏切り者ビエンフ、珍妙にお縄に使え。出たー。こら、戦いなさい。おい、煙が上がってないか。本当だ、勝ちだぞ。火が回る時間は稼いだ。逃げるわよ。お前も来い。放せ魔女ざらい。大魔様、これは一体。ひどいお怪我を。私よりも人を集めて倉庫の召喚をお願いします。はい。この倉庫には何があったか分かりますか。確か滋養薬ネクターです。教会のギデオン大司祭が手配された薬で、各地の医療機関に送るために大量に。教会の薬を、なぜそんなものを。なんとか逃げ切れたな。あいつを追い詰めたのに。ま、居場所が分かったからよしとするかな。あんた、あの変な精霊を探してたわけ？そうじゃ、奴の名は精霊ビエンフ。わしの可憐な乙女心を傷つけおった憎さ余って可愛さ全開なのるじゃよ。捕まえたらどうしてくれようか。意味が分からん。分からん。いいの、分かったら困るわ。さてと、ローグレスに報告に戻るわよ。港では一騒とあったよね。けど目的を果たせたなら問題ないわ。いってらっしゃい。成功の報告が聞けることを願っているわ。
ガリス鼓動で学者が行方不明か。おかしな話だな。消えた場所が分かるなら探しに行けばいいのに。だよな。しかも人探しがなんで非合法なんだ。可能性はいくつか考えられるけど、こっちは依頼を果たすだけよ。